こんにちは。今日のテーマはですね、えっ、ー、と、バックの時に、えー、してほしいこと、えー、してほしくないことということで、えっ、ー、とね、前回の売りね、パートナーと、 え、女性とバックを楽しむために、えー、もっと気持ちよくなるために、えー、ぜひ、最後までご覧いただければと思います。えっ、ー、と、まず、して欲しくないこと二つ、その後に、え、して欲しいこと二つ、お話ししようと思います。え、バックの時に、え、して欲しくないこと、まず、一つ目、一つ目は、これはね、あのー、 そんなことする人いるのと思ったんだけど、女性のお尻をガッて開くみたいな。<laughs> なんていうの後ろから女性のね、そのね、お尻をね、こうね、割れ目をね、ガッて開くんだって。それで、なんかやっぱ女性としてはさ、恥ずかしいわけじゃん。で、そのね、なんて言うんだろうね、そのさ、恥ずかしさが、こう、気持ちよさに変わるみたいなの結構あると思うんだけど、そのな、そこのね、あの、すごいね、さじ加減ってすごく難しくて、例えば、だけど、まあ、すごい女性が濡れてる時に、 ななんんかかもうこんな濡れちゃってるねとかさそういうことを言われるのって恥ずかしいけど、あの、恥ずかしいけど興奮に変わるみたいなのはあるんだけど、例えばもうすごいお尻の穴をめっちゃガッて開かれて、それでなんか、 こんな恥ずかしい格好してるんよとかさ、言われるのはもうただただ恥ずかしさしかないみたいな。そこはね、難しいの。まあ人によって多少は違うよ。まあ、そこまでやられて、それがすごい気持ちいいって女性もいるかもしれないけど、だけど割とね、その行為はもうただただ恥ずかしさでしかないという、えー、ご意見がね、多いですね。やっぱね、お尻系はね、うーんとね、好きな人もいるけど、好きな人もいるけど、嫌だっていう女性の方が、あの、 私がお話ししてきた中で、えー、統計的に見ると、えー、お尻好きな女性、まあ、2.5から3割、嫌だっていう女性7割、みたいな感じです <laughs>。だから、あの、ただでさえ、あんまり触られたくない、見られたくないのに、やっぱバックで、あのー、こう、気持ちよくなってる時に、それをされると、もう集中できない。 っていうのですね。だから、えー、お尻は開かない <laughs>、まあ。女性顔が好きだったらやってあげてください。あの、嫌がるようだったら、それは恥ずかしさが快感に変わっている可能性が、えー、非常に低いですね。はい。 で、えー、もう一つ目、もう一つ目は、えっ、ー、と、私は好きなんだけど、スパンキングね。スパンキング、お尻をバシバシ叩くっていう。で、これは好き嫌い分かれますね。あの、正直ね。だけど、えっ、ー、とね、結構痛くて嫌だっていう女性が多いかなっていう気はします。私は好きです。<laughs> 私は好きなんだけど、これってなんかさ、なんだろうね。あの、二つあってさ、その興奮の要素が。一つは、もうなんか、あの、制服されてるとか、あの、なんて言うんだろうね。その、 痛みんと、一個は痛み。痛くて興奮するっていうの。で、もう一個は征服されてる感とか、その音、叩かれてるっていう、その行為、痛みじゃなくて、に興奮してるっていう。だから私はどちらかというと、痛いことに興奮してるわけじゃなくて、そのなんか征服されて叩かれてるみたいな、その音とか行為自体に私は興奮してるタイプなんですよ。だから、あのー、 音が欲しい <laughs>。だから、なるべく痛、痛いのは私も嫌なんだよね。だからさ、あの、スパンキングって本当に上手な人は、大きな音で痛み少なく、みたいな感じでできるんだよね。だからね、あの、まあ、それ、ちょっと練習、どうしても叩きたい人はそれ練習したらいいかもしれない。音はね、おっきおっきくて痛みがないみたいなね。えー、それ結構、だから躊躇すると余計、ちょっと女性は痛かったりとかしちゃうんで、 ちょっとね、そこ自分の太ももとかお尻とか実際叩いて、どういう感じかやってみるといいかもしれないですね。やりたい人。欲しいこと。して欲しいこと。まず一つ目。一つ目は、えー、G スポットを刺激してほしいという。えっ、ー、と、男性器でね、バックなんで。で、あの、女性は、そのなんでバックが好きかっていうと、やっぱその制服されてる感がすごく興奮するし気持ちいいっていうご意見と、あとは、その、 気持ちいいとこに当たりやすいっていう。あの、痛いっていう女性ンポイントでこうやって疲れるのは結構気持ちいいっていう女性が多いんで。ええー、とね、そのパートナーの女性の気持ちがいいポイント、G スポットっていうのは、えっ、ー、と、把握しておいてもらえるとバックの時に底をつくことで女性はとっても気持ちよくなれるので。えー、で、えー、そう、二つ目。二、えー、つ目は、えっ、ー、とね、髪の毛がさ、こうなんかわさーってバックの時って。 女性がな、なりがちあの、体変えた後とかだと特に。だから、こうなんか後ろから髪の毛をなんかこうやって、あの、なんていうの、どっちかに寄せてほしいとか、なんかそれで髪の毛を寄せてからの後ろからのキスみたいなね。 でもね、女性はね、後ろからなんかされるの好きなの。だから、まあ、後ろからキスするとか、ちょっと大変だけどね、距離的に。距離的にちょっと大変だけど、バッグの中で、ちょっとこう、キスする瞬間とかを時に、バッグって顔が見られないから、女性はもうね、全力で感じてるわけですよ。 あの、正常意時とかでちょっと変な顔してないかなとか気にしちゃうんだけど、バックの時は顔見られないから、もう全開で感じられてるから、結構もうね、自分の世界に入ってるというかね、っていう方が多いんですけど、まあそんな時にね、ちょっとパートナーの男性に髪の毛をこう、あの、寄せられて、えー、後ろからキスなんかされちゃうともう。もっともっと気持ちよくなれると思うので、えー、ぜひ取り入れてみてください。ということで、えー、今日はバック編でした。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。